アイテム番号 SCP-265JP。 オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル。 SCP-265JP は鍵のかかった保管金庫に収容されます。閲覧にはレベル3以上の研究員2名の許可が必要です。現在 SCP-265JP の全研究は永久的にその映像と生成方法の分析にとどまります。説明。 SCP-265JP はナンバリングされたシールの貼られた180本のビデオテープです。 SCP-265JP は県で噂された個人営業のレンタルビデオ店にある不思議なビデオを調査したエージェントにより発見されました。同店の店主は付近の道で段ボール箱に入っていたのを拾得したと主張しています。 SCP-265JP を分解分析したところ、その構造は限りなく一般のビデオテープと等しいです。にもかかわらず再生する映像は決して終わりを見せません。磁気テープを仮に手動で最後まで巻き取ったとしても終端は現れず、磁気テープ自体が自動生成されているように見えます。しかし巻き取られた磁気テープは逆に自動消滅しているようで、リール部分のテープは常に一定の長さを保ちます。また再生機器の操作で映像の最後を確認しようにも、早送りを含むほぼ全ての操作を受け付けないため、通常通り行えるのは再生か停止のみとなります。 SCP-265JP-1 はSCP-265JP に収められている180種類の映像です。内容はニッチな趣向の娯楽番組で、前述したように再生中は無限に続きます。これまでの間、ミーム的効果その他一切の異常な作用は確認されておらず、壺にはまった職員による長期閲覧に伴う悪影響を除けば、安全に視聴できると考えられています。以下は映像内容の例です。ナンバー1、番組名ツッコミ4面相、登場人物お面をつけた中年男性、1、と、白衣を着た若い男性、2、番組内容、4面相、を名乗る1が、2と舞台上でコントを行う。展開はいわゆるドタバタコメディとされるもので、ほとんどが1の2に対するの一方的な無理難題の押し付けに始まり、2が聞き違いなどで大きな間違いを犯し、それに1がハリセンでツッコミを入れることで終える。一つのコントは10から15分程度。現在、同じ内容が繰り返されたことはない。尾行、博士は、とても暴力的で、見ているだけで不愉快になる。と閲覧を途中で放棄しましたが、研究員は、非常に面白い。ダビングできないのが残念。と評しました。ナンバー4、番組名世界の爪楊枝100系、登場人物ナレーションとして、壮年と思われる男性、1、番組内容映像は一度もカットされず、機上に置かれている爪楊枝の接写映像のみです。その上から1の声で、世界中で使われているという爪楊枝の歴史とその製造方法、構造、うんちくに至るまで詳細に講述されています。尾行財団職員で興味を持ったのは、エージェント、トーマスただ一人です。ナンバー8、番組名不明、登場人物スーツを着た20代後半から30代前半と思われる男性、1、番組内容1がタバコを吸いながら、山中にあるバス停前に立っています。1はタバコを吸い終わるごとに、都市伝説や UMA 等を否定する説、対抗神話、と呼ばれるもの、をつぶやきます。しかし、その度に背景から否定された妖怪や未確認生物などが現れて、1が振り向こうとすると画面奥に消えます。その後、1は懐からタバコを取り出して火をつけます。尾行調査の結果、背景に出てくる怪生物はすべて、着ぐるみやハリボテの可能性があります。博士は、劇中に登場する説は合理的なものもあれば、現実にはそぐわない。否定の根拠が架空の理論、事件に由来する、例も多いと述べています。
ナンバー19、番組名クリエイティブ。アワーズ、登場人物10代の白衣を着た女性。1、と、目の飛び出た鶏と思われる被り物をした大柄な男性。2、には、チキンマン、と呼称されている。番組内容青空をペイントした背景の前で、1が身近にある物品を使い、様々なおもちゃの作り方をわかりやすく説明しています。おもちゃを作った後は、以前作ったおもちゃと競わせてその性能を比べます。しかし、比べるおもちゃは全く異なる種類なため、その勝敗は多くが微妙な終わり方をします。2は常に画面奥で佇み、時々1が視聴者に向けて、よいこのみんな、と言った際にのみ反応して手を振ります。調査では、20年以上前、県の一部ローカル局で似た番組が放映されていたことが判明しました。しかし、これまでに財団が確認したエピソードは、すべて未制作のものです。美工財団職員の子供たちは、その多くが毎日の閲覧を希望します。認可は保留中です。実験と同様、画面自体を録画したビデオならば閲覧の許可がおりました。ただし、1日の視聴時間は30分にしてください。ナンバー32、番組名不明。画面右上に、半透明の文字で、NBP、と小さく表示されています。登場人物アジア系と思われる男性、1、と、日本人と見られる女性、2、番組内容幽谷の廃墟で、常に性的行為に及んでいます。内容は常識的なものから、削除済み、削除済み、削除済み、のような逸脱した行為まで多くを含みます。その行為によって生じた傷は、映像を再生するうちに一般的な人間と同じ速度で治ります。が、性的行為を常に行っているため、2名どもほぼ常に全身が傷で覆われています。美工エージェント、桜庭へ、あなたの新しい楽しみを開発するために、このビデオはありません。博士。ナンバー56、番組名赤ちゃん危機一発、登場人物母親らしき若い女性。1、と、乳幼児期の男児。2、番組内容には空腹、排泄、孤独感、驚いたことでの恐怖など様々な理由で泣き続けますが、眠ることはありません。1は2が泣くたびに、様々な方法で泣き止ませようと努力します。財団所属の精神科医による診断で、1は軽いノイローゼ気味ですが、発想力に優れている、と評価しました。美工財団の子持ち職員は、多くが1に共感しています。ですが、劇中の泣き止ませ方は真似しないでください。ナンバー77、番組名換気扇のコマーシャル。本体のラベルに印字。劇中に文字は出てこない。登場人物腕のみ。男性と思われる。番組内容。これは良い換気扇です。と言いながら、作動中の換気扇に右腕を突っ込み続けている。美工換気扇のメーカーは既存のものです。使い方は異なります。ナンバー98、番組名フィッシング。遥かなる高みへ。釣り入門編。登場人物男性2名。1、2、と、女性1名。3、全員お揃いの防寒着を着用している。番組内容暗く、音もない河川敷で、延々と魚を釣り続けている。3人ども、周囲が不気味、早く帰りたい、と常に口にしており、魚の気配がすると表情を曇らせます。釣り上げる魚はこれまでのところ、すべて船です。3人は魚を釣った後、毎回空を見上げますが意図は不明です。再生開始から、時間後に、缶コーヒーを買いに行く、と言った後、2が背景に映る自動販売機前で悩み続けています。残った1と3は、それを気にしながらも釣りを続けています。美工エージェントヨナは視聴後、なんとなく気になると証言しました。ナンバー120、番組名不明、登場人物男性、1、と、画面には手しか映らないがおそらく女性と思われる人物、2、番組内容椅子に縛り付けられた1に向けて、画面外から伸びる腕が執拗に拷問を加えています。
1はひどい傷を負っており、いくつかは致命傷にも見えますが死亡してはいません。これまでに行われた拷問は、すべて中世ヨーロッパに実在したものです。1は苦悶の表情を浮かべながら、涙声で、このサタンをたばかるとは汚い人間め、と画面外の人物を罵ります。画面外の2は、それに対して必ず、手にした武器を各地の名産品を PR するように紹介します。美工財団職員の中に、このビデオに対する関心を示す人物はいませんでした。ナンバー134、番組名不明、未知の言語、登場人物熱帯地域の原住民と思われる男性2名、片方は初老、1、で、もう片方は成人前、2、と思われる。番組内容を未知の言語を用い、1が2に向けて何か教えています。時々入る身振りや、地面に直接描く絵などから、これは哺乳類とおぼしき動物を捕獲するための講義であるとわかります。時折、画面外にいる、白人の中年男性と思われる人物の呼吸音と小さなつぶやきが入ります。には、およそ1時間おきにあくびをして画面外に視線をやり、それから講義内容に集中し始めます。美工ベニヤ博士は多大な興味を示しています。ナンバー156、番組名カウントダウン、登場人物脳の面をかぶった人物1名、番組内容、シグマ301オツ、OO、と書かれた紙を掲げ、薄暗い画面中央でじっと佇んでいます。美工財団の何名かの職員は、この映像に対する強い関心を持ちますが、何が気になるのか供述できません。ナンバー180、番組名終端のロデオ、登場人物女性、1、左後方から、左側頭部を映しているのみ、画面は固定、番組内容コンビニエンスストアと思われる室内を、ゆっくりと周回し続けています。1は何かを警戒している様子です。時折、棚の向こう側に同じく人型と思われる存在を確認できますが、ほとんどが一瞬であるかまたは逆光により詳細はわかりません。1は商品を手にするとそれを消費しようとしたり、あるいは手に武器のように構えます。が、結局は何にも使用せずにただその場に落とします。美工ナンバー19、クリエイティブ、アワーズ、についてより詳細な検査をした結果、映像内に出演していた2名の登場人物は実在し、しかし18年以上前から行方不明になっていることが判明しました。このため、SCP-265-JP-1 は、異常な性質下に囚われた実在の人物により行われている番組群であるという仮説が立てられています。現在、ベニヤ博士式の下、観測から現実での位置を特定できたナンバー178から180の地域に向けて救助活動が計画されています。初期捜索は機動部隊、他、18、映像倫理委員会、が担当し、必要なら後に適切な部隊を派遣する予定です。映像分析班は他の SCP-265-JP-1 からも位置情報を収集し、一刻も早い救助につなげられるよう努力してください。現在、いかなる SCP-265-JP-1 への救助任務も無期限で延期されています。詳細は、事故記録、265-01を参照してください。私たちは、これをただの娯楽作品として扱うべきだったんだ。ベニヤ博士、事故記録、256-01、機動部隊、他、18の隊員が、閉鎖されたコンビニエンスストアの内部に突入する。隊員1、こちら、突入に成功した。現場の確認に入る。なんだ、何もない。映像からは、店内は完全に撤去済みであり、すでに長い間放棄されていたことがわかる。隊員1、本部、こちら異常なし、どこにも、映像の人物はいない。どうなってるんだ？分析は確かだったろ？隊員に、どうすかね？デスクワークの連中。映像見すぎで逆にミスったんじゃないです。近くにあった缶を蹴り飛ばす。
隊員さん、不用意なことはやめておけよ新入り。死ぬぞ。隊員1の方を向く。よし。もう少し近辺を調べてみよう。それから監視カメラを設置して様子を見る。そしたら何かわかるかもしれないし。そうでなかったらあのビデオは単にアノーマラスってことだ。隊員2がため息をつく。隊員1はサイドバックから小型カメラを取り出し、指示を出す。隊員1、よーし、皆聞いたか。捜索を開始する。各員2人組になってくれ。捜索場所を割り振るぞ。隊員たちが2人1組になり、コンビニ室内を探索する。1時間後、隊員3がカメラを設置し、それから探索終了を決定。映像越しに、隊員たちが外に集まる様子が見える。それぞれが好きに雑談をしており、ざわついている。その中でも、隊員1と2の会話は明瞭に聞き取れる。隊員1、よし、これから本部へ帰還する。ああ終わった、妙な仕事だったぜ。隊員2に顔を向ける。隊員2、何も起きなかったですよね。肩すかしだぜ。隊員1、そういう滅多なこと、言うもんじゃないぜ。また一度、こっちに調査隊を派遣するって話だ。異次元での扉でも見つかれば、お前、次はそんなこと言ってられないよ。隊員2、異次元行ったことあるんですか？隊員1、ああ、まあな、そのあたりの話は多い。してやる。とりあえず、今日はお疲れ様。隊員1が紅茶をすする。隊員1、うまいな。隊員2、でしょ、それは本場イギリスから取り寄せたんですよ。隊員が外に集合して以降、本部からの合計160回に及ぶ通信要請に反応なし。映像は、隊員たちが日傘の下でくつろぎながら紅茶を飲み、好きに雑談を交わす姿のみを映している。この記録を保管してある CD-ROM は、この時以降再生と停止の操作以外を受け付けていない、機動部隊、T-18 の面々は、現在まで本部へ帰還できていない。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。